皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ、最コだけど大丈夫、などのキムスヒョン主演のネットフリックスシリーズの韓国ドラマ、涙の女王の配信開始を記念して、シネマトゥデイが実施したネットフリ感ドラ、過去5年間であなたが好きなラブコメ作品は、人気投票の結果よりトップ10を発表する。画像、1位に輝いた、キング・ザ・ランド、場面写真第3位は、アン・ヒョソク。 キムセジョン共演の社内お見合い762票結婚を合理的に考えお見合い後にいきなりプロポーズする大企業 GO フードの CEO カンテムと親友に頼まれ縁談を壊す目的で彼女の代わりにお見合いに挑む仕事熱心な GO フードの社員シンハリがお互いを知るうちに惹かれ合う姿がユーモラスに描かれた作品第2位はヒョンビン・ソン・エジン共演の 愛の不時着1541票韓国の財閥令嬢ユンセリと北朝鮮の軍人リ・ジョンヒョクの国境を越えた愛を描きコロナ禍で世界的に大ヒットネットフリックスシリーズの韓国ドラマブームの火付け役となった作品主演の2人が実生活でも結ばれたことも根強い人気の理由の一つとなっており5年という年月を感じさせない人気の高さを見せつけ2位にランクインした そして第1位に輝いたのは、ジュノ、2PM、ユナ、少女時代、共演の昨年の大ヒット作、キング・ザ・ランド1802票。ホテルを舞台に、財閥グループの御曹司と、平凡なホテル従業員が身分違いの恋に落ちるという王道ラブコメで、週刊グローバルトップ10、テレビ、非英語部門で1位を獲得するだけでなく、10週以上にわたってランクインするなど、 世界的な大ヒットを記録した。トップ10は以下の通り、投票期間、2024年3月12日、3月17日、インターネット投票。高橋陸、1位、キング・ザ・ランド、2023、1802票、21.3%、2位、愛の不時着、2019、1541票、18.2%、3位、社内読み合い、2022、1 2 票4位その年私たちは2021613セ 7.2%4 位マイデーモン2023613セ 7.2%6 位ドクタースランプ2024562票 6.6%7 位レンボ2021435票5.1% 8位、ロマンスは別冊付録。2019374票4.4%。9位サムダルリヘようこそ、2023252票3.0%。10位彼女の私生活。2019227票2.7%。2. 7 日本における韓流ブームの立て役者で韓流エンタメのスペシャリストである田代千佳代さんが韓国ドラマの魅力をさまざまな角度からご紹介今回は「人間じゃない」主人公との恋愛を書く名作をセレクト写真韓流ドラマの名作「人間じゃない」相手とのラブストーリー参戦「本当の悪魔と悪魔のような女性の恋マイデーモン」このドラマはなんと悪魔が主人公 ある理由から人間の欲望を叶える代わりに10年後その人物の命を奪うという取り引きを繰り返しながら200年以上生きています一方両親を亡くすも両親のビジネスパートナーだった財閥会長に溺愛され若くして女性経営者になっているヒロイン彼女は見た目は可愛いけれどエルメスを着た悪魔と異名を取るほど恐れられている存在です そんな悪魔ののような女性と本当の悪魔が繰り広げていくファンタジーーーラブストーリー悪魔が出てくるとなると一見不気味ですがラブコメの王道設定がいくつも出てくる耳麗しい作品になっていますある出来事がきっかけで悪魔の能力の源となるタトゥーがヒロインの手首に移ってしまい能力が失われてしまったことからとにかくヒロインの手首を掴んで充電が必要となり だからこそ財閥家の相続問題で命を狙われている彼女を守るためにボディーガードをする羽目になりさらには契約結婚にまで至っていきます。とっけび、絵のオマージュなのかとっけびを思わせるシーンがあちこちに出てくるのですがなんといっても悪魔を演じる尊厳の人間離れした超絶な美しさやスタイルの良さとヒロイン役のキム・ユジョンの皇室な愛らしさというビジュアルの魅力がこのドラマの真骨頂。 二人の町長々発誌のやりとりがテンポがよくて愉快だし、背景が財閥と財団なのでゴージャスだし、ファンタジードラマにふさわしくキラッキラな画面演出で、とにかく目の保養になります。そんな風に楽しく見ていくと、朝鮮時代に端を発する二人の悲しい因縁が分かってきて、そこから切ない展開になるのが韓国ドラマチックですね。美男美女の現代劇と時代劇のそれぞれの美しさが堪能できるドラマです。 ネットフリックスシリーズ「マイ・デーモン」独占配信中テキストバイ「ちかよ・代しろ」「たしろ・ちかよ・韓流ナビゲーター」「韓流解説」「韓流イベント司会」の第一人者公式サイト「た代ろ・ちの韓国エンタメナビゲートや」や YouTube「地下チャンネル」「韓流本舗」「カンドラマスター・ちかとナオコの感想語り」などで韓流情報を発信しているほか会員制のコミュニティ「韓流ライフナビ」 主催ツアーやイベントを企画開催しているどこだと思いますか次は cu でした